土地取引の目安となる地価が公示されました。住宅地は3年連続で上昇し、下落が続いていた商業地は31年ぶりに横ばいに転じました。この調査は、今年し1月1日時点で県内30の市と町の198地点を対象に行われました。住宅地の県全体の平均変動率は0.3%と、 3年連続で上昇しましたこのうち1平方メートルあたりの価格が最も高かったのは山形市八ヶ町1丁目で9万8 0円でしたしかし山形市全体で見ると住宅地の平均変動率は1.1%と9年連続で上昇しているもののその上昇率は大幅に縮小しました 木造建築費や地価の高騰で、住宅の購入地の需要が近隣の地域に流れていることなどが要因と考えられています。一方、1994年以降、下落が続いていた商業地は、31年ぶりに横ばいに転じました。市長別では、山形、天童、東根で上昇し、下落が続く市長でも、下落率が縮小しています。 その要因として調査にあたった不動産鑑定士は商業地に隣接する住宅地価が堅調なことやコロナ禍が落ち着き経済活動が復活したことなどを挙げています。